まるちゃんの生ラーメン醤油味です。はい、これを作っていきます。麺をお湯で茹でて、別でお湯を沸かせて、スープのタレを入れて、簡単ですね。あんまり多すぎるとスープが薄くなるので、そこは気をつけたいところです。はい、ダブルで。バラチャーシュー、これもまるちゃん。煮卵2個入り、これもまるちゃん。メンマ、これは島田屋ですね、たっぷりと。それからネギ、ネギは埼玉県産のネギでございます。129円。はい、これをネギだけ切ります。立派なネギですね。スープ、はい、これを丼に入れます。あ、お湯が沸きました。はい、それでは麺を入れていきます。このような麺です。いきます。さあ、はい、そしてよく混ぜます。うぅ、おいしそう。お、いらっしゃい、いらっしゃい。ラーメンはいかがですか。お、いらっしゃい。何名様。3名カウンターどうぞ。醤油味噌決まったら教えて。いらっしゃい、いらっしゃい。はい、麺が茹で上がりましたんで、ザルで切ります。あ、茹ですぎたか。よし。あ、なんかザル汚い。なにこれ、汚い。よし、あ、入った。ザル汗だ。よし。よいし。よし。はいはい。はい。だから見て、お湯を切ります。はい。いらっしゃい、いらっしゃい。あー、いらっしゃい、いらっしゃい。はい、そしたらめっちゃ熱い。お湯を250。こんなもんか。はい、で、麺を入れます。よし。はいっと、はい、麺が入りました。そしたら水気を切っておった具、これを大胆に。ああ、メンマたっぷりです。そしたらネギ、うー、ネギたくさん。はい、できました。簡単。はい、特製ラーメンの完成です。これをライスと一緒に食べます。
この麺を切る網の中にこんなブツブツのゴミがいっぱい入っとったと。なんでしょうか。はい、ちょっと危なかったと。はい、まあいい、できました。よし、食べるぞ。はい、ネギたっぷりの煮卵が2個、メンマもたっぷり。おお、よく茹で上がっております。結構長時間茹でました。で、ライスと、今日は普通盛りです。で、アジフライ買ってきました。これスーパーのアジフライです。200円。はい、これで今日の晩ご飯をいただきます。あー、腹減った。じゃあラーメン。うん、うん、おいしい。デザートです。ミニクロワッサン、生クリーム。どんなんでしょうか。あら、パン、生クリームが入っとんでしょうか。面白い。生クリーム入っとった。うまい。ああ、食った。本日はラーメンを作りました。100点。とっても美味しかったです。